それでは、行ってもらいましょう。やれない奴ら、エース。めっちゃある。あと2戦しかなかったの。はい。10月の11日アイマスクを外してください。ユニバイ。やれない奴ら。加藤清正の像を見に行きたいんですよ。熊本の方だよ。熊本の方。ここって見覚えない。熊本空港は知らない。東京こんなちっちゃい群衆とは思わんかった。10時ぐらいにいつものパチンコ屋の前で待ち合わせましょうと伝えてください。ふっ、相棒ですか、もしかして。やっと会えた。マジで。うわー、何してたんすか。時間潰さなきゃってなって。ほうほう。ここら辺で。そこで。ここでパチンコ打ってたんですか。パチンコ打って全損。はえ、お金これだけ。そう。はこれどうやってやりくりするんですか、マジで。俺来たよ。俺より重傷やった。夕飯食いました。食ってないです。でも食う金ないっすよね。いや、もうダイエットバトルを制した俺たちなら何も食わずにしばらくは生きていける。いやいや、僕その跳ね返りで暴食を繰り返してるんですよ。まあちょっと移動しましょうか。俺の計画がある。なんかあるんすか。そんな しょうもない計画じゃないでしょうね。じゃあ入りましょう。入店入店。てかそれよりもさ、はい、なんで来てくんなかったの。すぐ行かなかっただけです。あ、そういうこと。いや、その時めちゃくちゃいいフィジェクスポットがあって、うん、そこでやってたんですけど、まあ、結局ここにいるってことは捕まってないんですけど、まあね、まず横浜でも全く捕まらなくて、うわー、まあ、ということでお互いのね、お互いのすり合わせが終わったところで、あ、早く聞きたい。聞きたいっす。話聞いたりとかした。何これマジで。だから横浜に行ったから。高速道路図鑑、首都圏。めっちゃすげえ。で、これ緑のが首都高なんだよね。はいはい。青いのが中央道路サイドとか、この東名高速道路。あー、で僕も東名に乗りたくて。俺らこれに乗らないといけないんだけど、俺の作戦は夜中からぶっ通し出して渋谷を張る。なんでかっていうと、明日が3連休だから。サービスエリアどっか行ければ絶対うまくいくんだ。そうなんですよ。サービスエリアに一回乗り込めば勝ちなんですよね。行きましょう。とりあえず渋谷へ向かおう。よし、じゃあレッツゴー渋谷。だから聞いてくださいよ。タバコがね。タバコはどうしてんすか。ラスイチ感動生フレンです。今っすよ。今でもマジ飯食わんでいいとっすか。おごるっすよ。いや大丈夫。まあ、ゆで普通でしょ。あの喫煙者の永遠のテーマでさ、はい、食事とタバコどっち取る論争悪くない。でもね、金ない喫煙者はみんなね喫煙するんよ。そう、タバコより飯を優先することだって一切ないんですよ。だって腹は減ってもすぐ食いに行かないけど、タバコはなくなったらすぐ買いに行くから、もうすでに考えるとかいうのを挟む前にもうタバコ買ってんすよ、その瞬間に。いや本当はさ、レンタルチャリンコを借りてさ、はいはい、渋谷とか行って集合場所のヒントとかをさ、はいはい、あの渋谷のハチ公前とかでやりたかった。 YouTuber っぽいさ。うわ、レンタルチャリンコが使えないっていうことが分かったっすよね。あ、これどこにも移動できねえやって。ほんとそうなんです。公共交通機関使えない東京なんてもうただのコンクリートジャングルですからね。マジそう。あれあれあれ、こんな感じなんですか。そう、真ん中にあるもんやと思ったら、そうそうそう、結構端っこのやつなんですね。感動した。タッチ。本題です。はい、渋谷に着いたんで東名高速道路、はい、に通ずる首都高の乗り口を探らなくちゃいけない。明らかマップがあるはずだから。あ、忙しそうやな、警察官の人たち。ごった返してるもん、交番の中。なんか順番待ちします。我々もなかなか深刻な問題なことには変わりないんで。確かに。気
来ました、やっと首都高渋谷東名方面湾岸線こっちです。頑張りましょう、サービスエリアまでどこまででもですから。マジでなんか人の温かさに久々触れた、こういうの。だから俺らには神から見放されたけど、やっぱこうやってね乗せてくれる人が新たな神となっていくわけです。神ですね。乾杯。乾杯。あ、うめえ。うまっ。あったまる。うわー、マジ希望見えてきた。本当絶望のない口にいたのに。ほんとごちそうさまでした。神奈川にいる。東京編は終了です。東京編終了。カン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 。これが枕として有効活用できそうです。それではまた。もともとはパチンコの YouTube チャンネルなんですけど。パチンコ？はい。なんていうの？うちいく TV っていう名前で。あ、知ってるような気がする。え？あ、本当ですか？スロット結構するから。うわー、はいはいはい、本当ですか？我々が、スロー演者会の新星です。うん、これから盛り上げる。絶対盛り上がねえな。超新星。超新星ですね。僕たち。はい、ありがとうございました。これが海老名のメロンパンですね。229,800個。23万個売れてるって。あれ、俺も買えるこれ。はい。俺も買える。いや、お兄さん買えない。あれ。お兄さん212円じゃ買えない。ちょっとじゃあ。ギネス、ギネス。48時間で27,000個売れた。ギネス級の売れ行きのパン。
エビナメロンパンです。で俺らももう2日で熊本まで到達できるように頑張りましょうよ。頑張ろう。まさに。いただきます。ケピケピいいね、その、あのヒゲが生えてる感じ、いいね。うまっ。うまっ。何これ。なんか普通にメロンの味する。うん、そう。ごちそうさまでした。次を買い込む。はい。え、いいですか。よろしくお願いします。すいません。もしかしてキャンプですか。そうなんですよ。おー、富士で。いいなぁ。これいいっすね。装備もなかなか揃ってそうですね。そうなんですよ、なかなか揃ってますよ。おー自分で言うっていうことはなかなかですね、本当になかなか揃ってる。確かに。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。キャンプ楽しんでください。キャンプも息気をつけて。はい、またありがとうございます。よし、よし。で、なんすかそれ。で、じゃあまあ工事のやつなんだけど、これで清水のジャンクションがもうちょい先だから、どうしようね。浜松まで広げるか、清水。僕が清水で、ロックさんが浜松でやるとか。ああ、それがいいかも。2022年10月8日。はい、明日かに刻んでいきます。ゆえ忘れずに、忘れずに皆さんも書いていきましょうね。とりあえずアイス食べます。何言ってんすか絶対食べないっすよ。何、そんな余裕ないっす。誰にします。コーンがあるやつがいいな。はいはい、どうぞどうぞ。イエーイ、生キャラメルリボン。愚かすぎる。そして旅が一気に緩くなった。行けますよ。実は仕事休みで、はいはい、休みなんだけど、どうしてもやっときたい仕事があったから、休日出勤で出てるから、この後の仕事がないの。はいはい。なるほど。ちょうどマッチングしちゃったわけですね。よかった。すごい。これは綺麗。これは駿河湾。駿河湾。この辺は由比っていうところで、はいはい、桜エビがとかシラスがたくさん取れる。パーキングエリアでシラス丼みたいな。焼津にね、はい、はい、魚センターってあるんですよ。ほう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 。そこでもこう海産物って食べれるんですよ。そこに寄ってみますか。うわ、行きたいです。え、いいんですか。そんな、そうすると、サービス、僕も眠れないので、はい、次のサービスエリアまで行ってきますよ。マジっすか。次はそして牧之原で大きいので。うわ、うわ、ありがとうございます。そんな何から何まで。ありがとうございます。まさか降りれるなんて。うわー、これにします。ロクさん、ロクさん食べれるんですよ。ロクさん、いいですか。いいですか。食べましょうよ。2人で1つにする。ええ、いいっすよ。いいっすか。え、いいっすか。何っすか。ありがとうございます。いただきます。それでも、すいません、もうご飯もう食べ終わってるのに。あ、いいっすよ。それで、来てまでいただいて。荷物なくなったらすいません。大したもの入ってない。ありがとうございます。これが着きましたよ。面白い。生シャツ、うわ、卵の黄身だけ最高だよね。マジなんか透き通ってません。で、僕がチョイスしたのはマグロもうまいということで、漬け丼でいかがですかということで。で、いいね、これ頼んだらカニ、カニ汁が漏れなくついてくるらしい。最高。いただきます。いただきます。うん。
かったし、もう生きがいい。産地直送だから生きてるわ。うわ、うまっ。それは犯罪ですよ。うわおいしい。やばいでしょこれ。もうシラスが喜んでる。シラスだった。おー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 、生きてる生きてる。早く食べないと。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頑張るな。はい、間に合うことになってます。はい、ぜひとも。おっさん収録に間に合うように来いっていうところが指令でして、楽しくてやめらんないです。はい、頑張ります。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。捕まらんすね、なかなか。なかなか捕まらないんですけど、本当警察の方には捕まりました。まあなんか不審者が本線の方を歩いてたらしくて、高速道路。さすがに本線を歩く勇気はないです。それは大丈夫大丈夫。気づいたら事情聴取受けてるから。何事かと思って。方ね、俺もインタビュー受けるとき、やっぱあいつはやると思ってましたよとかね。いや言ったろかなって。逆でしょ。決まれでいいんです。やってられっか、あんなもん。かけうどん食べよう。寒すぎる。めっちゃだしだし香る感じ。作戦は、ね、出てきた人に話しかける。はい、大丈夫。あ、すいません。サービスエリアの浜名湖って隣のところを目指してて、はい、ここで降りるつもりだったんですけど、ね。ああ、そう。はい、まあ、行っちゃいますか。え、マジですか。誤差みたいなもん。うわー、めっちゃ嬉しいっす。というわけで、もうすぐ近くだったけど、うわー、ついてしまいました。ありがとうございます。もう、本当に助かりました。浜名湖到着を祝して、ファミチキバンズいただきました。マフ。何はともあれっすよ。静岡が意外に長かったんだよな。長かった。やっぱサービスエリア次第ですね。現地の人が、あのサービスエリアだけを目的に来たりとかすると感じらしくて、新東名自動車道の方に行ってればこんなこともなかったらしい。明日は、まあ、そういうのにも気にしながら動いていきましょう。ということで、おやすみなさい皆さん。頑張ります。明日も朝早くから頑張るぞ。おう。おはようございます。朝7時です。おはようございます。浜名湖の恋人の聖地。おお、いいねいいね。こまめに行くよりちょっと一発を狙っていきたい。名古屋行きの人についていく。そうしましょう。え、行かれます？ありがとうございます。お世話になります。東海のあたりに結構大きなサービスエリアとかありますかね。湾岸流しもこの辺なら、ああ、割とそこで降ろしてもらうのに無理ないですか。あ、本当ですか。じゃあ湾岸お願いします。はい、までお願いします。すいません。お、ヒッチハイクしてる。はい、ついてる。これはそれで面白いです。おもろいですね。ヒッチハイク同士が出会う、そう、勝ち合うみたいな。あ、僕もです。これ車の後ろですか。すごい、すげー、すげー、やばいね。みんな乗り込んでるよ。すげー、マジでかっけー。おはようございます。おはようございます。僕は暴動してる。あ、そうです、ヒッチハイカーで。はい、おはようございます。なかなかないですよね。これはなかなかないです。ヒッチハイカーのノアの箱舟とはここですかってね、本当に。
ありがとうございます。ありがとうございました。本当助かりました。気をつけて。はい、ご飯おごります。え、マジっすか。いいんすか。え、そんな、マジっすか。飯食えるんすか、俺ら。すいません、いただきます。いただきます。マジありがたい。ここなんか、え、いいんすか。え、マジっすか。タバコまで面倒見てもらえるんすか。やば。マジっすか。やべ、タバコもらっているんや。そんなことあるの。来た。とりあえず次はタバコ最初。お最初。この上通っていきたいのか。鈴鹿とか。ああ、なるほど。お在所がやっぱ規模的にはでかいんですよね。あ、でかいですね。一旦話し合おう、それは。そうですね。いや、でも本当、今日はありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございました。本当ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。この所業を俺はカメラで収める。マジでもうね、病的に腹減ってんのよな。おかしいって。何買ったの。小倉デニッシュ。じゃあ俺は何にしよっかな。危ない最悪だよ。あと靴下買いました。220円でした。あ、運ばれてきました。バームクーヘン。いいね。旅行来て旅行してんだよ。こんな旅行じゃない。あんまりお金とか使うの気にしないんですよ、旅行中で。気にしてたらそれ食ってねえよ。気にしてるからせめてもの抵抗でこれ食ってる。なんで抵抗するんだよ。気にしてなかったらもう一回ちょっとそこでもう一発ちょっと生姜焼きでもいって。30分ですね。30分で京都まで。まあ、EXSAPA はね、大きいところでは速攻捕まってるっていうジンクスあるんで、頑張りましょう。とりあえず、はい、はまりました。伊賀の方、伊賀の方。伊賀の方。俺後ろ買っとるんで、いいです。いいですか。お菓子食べてください、これ。え、いいですか。おー、ありがとうございます。ほら、もうロックさんにんまりしてる。笑顔やん、今日一の笑顔。あ、1歳からの。年季入ってる。わ、見ていいですか。ありがとうございます。経路、とりあえず9時間14分、最短9時間14分ですね。いや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 、車めちゃめちゃあるんで。ありがとうございます。すいません。天理パーキングエリアですね。ありがとうございます。うわ、マジっすか。忘れないラーメンにして。忘れないラーメン。ほんとこの一杯忘れません。あー、温まる。まあ、これ温まる。感謝。もうこれをね、当たり前と思わないことが大切。大切。そして周りに振りまいていきましょうぞ。とりあえず、この天理からは兵庫。兵庫で。元気出してね、声出していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。そうそうでした。どうした。これやべえ。やべえバンプ。ちょっと待って。やべえバンプ。有料級や。コインシャワーあるわ。あ、大御って読むんだ。あるじゃん。ここ行けばコインシャワーがある。じゃあ目標ここだ。そうですね。大御行きたいですね。これは最終的にというか、ここにシャワー、コインシャワーがあるらしくて、ほう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 、ここに行きたいですよ。か、行こうんじゃそこまで。本当ですか。え、マジですか。行こう。いいですか。いいよ。え、マジですか。いいよ。何県ですか。ここどこだっけ。兵庫県。県だね。オッケー。ということで一応旧大店のとこまで来ました。いや、来ちゃいましたよ。しかもここがシャワーのあるサービスエリアということで、シャワーに行きましょう。気持ちいい。気持ちよかった。ドライヤーもあるし、当然ね、鏡あるし、もちろん
あの綿棒まであったから耳掃除までしちゃった。最高でした。あれ今までで一番有意義な200円だったまである。こっからは一撃も狙えるところであるし、明日3連休最終日、帰省の帰る人がねほとんどだと思うんで、長距離狙います。明日最終日頑張るぞ。おはようございます。おはようございます。早速岡山方面、そして僕これね、九州方面、九州方面、ね、狙っていきたいと思います。そうですね、ダブルパンチで攻めていきます。ありがとうございます。ちょっとね、時間かかんなかったね。助かります。でもすいません、さあ、辰野西ですね。さあ、ということで、はい、もうここで始めて、今、たった今すぐカメラも回す前でした。5分ぐらいですかね。はい。お、福山で、今が岡山の中腹ら辺。いや、違う、もうほぼ広島に近いところ。ほぼ広島角。あつー。夜までに福岡入っちゃえば、もう最悪、歩き最悪そうやりたくて。必ず見つかる。負けるなファイター。ここどこ？ここどこ？